鳥取ヒストリー。鳥取県気高町にあった2つの池、日光池と水尻池。2つの池はともにかつて日本海の入り江であった。四方が山に囲まれていて、日本海から吹き寄せる砂によって北側が塞がれ池となった。しかしこの同じ成り立ちの2つの池は異なる結末を迎えることとなる。秀吉の下で活躍し桁軍を与えられた戦国武将亀井惟則は神殿開発に力を入れた。惟則は日光池に目をつけ干拓に取り組んだ。日光池を塞いでいた砂丘に水路を作り、池の水を海に流して12ヘクタールの水田を作った。稲作に合わせて水門の開け閉めが行われ、日光池は夏は田んぼ、冬は池に姿を変える季節的ガタコとなった。また亀井惟則は朱印船貿易によって東南アジアから生姜を持ち込んだ。惟則は日光集落で生姜栽培を進め、後に日光生姜はこの地域の特産品となった。その後江戸時代にも干拓が行われ、さらに水田は広がった。昭和55年には水田の区画整備が行われた。以前のような水がいっぱいに満ちた日光池は見られなくなったが、季節によって姿を変える季節的ガタコとして今も利用されている。水尻集落の人々は主に水尻池で漁業をして暮らしていた。風向きが変わったのが鉄道山陰本線の工事。この時池の一部が埋め立てられて水田となった。これを見た住民はハッとした。池を田んぼに変えれば米が取れるのか。米不足の時代、水尻集落には水田はほとんどない。住民たちは池の水田化を望んだ。大正6年干拓工事がスタート。池の周りに堤防を作り、その外側に川を作り、北側に掘ったトンネルを通して排水ポンプで日本海に池の水を流した。6年後水田ができた。苦労して手に入れた水田、住民たちの喜びはひとしおであった。稲作に合わせてポンプ排水が行われ、夏は田んぼ、冬は池に姿を変える季節的ガタコとなった。しかし水田といっても腰まで水に浸かる湿田。湿田なので刈った稲を船に乗せて小高いところまで運ばなければならない。地面が緩く大型機械が入れられない。排水ポンプを動かすのにお金がかかりすぎる。苦労の連続だった。1970年代米余りが問題となり減反政策が始まった。ちょうどこの頃排水ポンプが故障、修理してまで米作りを続けるか議論が起こった。結果ポンプ排水は中止となり、水田は池に戻った。その後水尻池の再利用が試みられた。鯉を放流して
有料釣り堀とした。しかし経営は苦しくうまくいかなかった。真珠の養殖も試みられたが9割が死滅して失敗に終わった。水尻池の水質悪化が原因だろう。毎年のポンプ排水がなくなり水の入れ替えがなくなったことで水質悪化が進んだのだ。成り立ちも大きさもほぼ同じ日光池と水尻池。わずかな違いは日光池の地底の標高が水尻池に比べて少し高いということ。日光池の方が排水が楽だった。そのわずかな地形の違いと住民の判断が2つの池の運命を変えたのかもしれない。横穴です。